ホールインワンとは、ゴルフ競技において一打目で、カップにボールを入れること、エースとも呼ばれる。ホールインワンもゴルフの通常をルールにおける、カップインの定義が適用される。主にパー3のホールで達成されることが多い。パー4のホールでのホールインワンは、アルバトロス、パー5のホールでのホールインワンは、コンドルとなり、ホール形態や、風向き、 選手の打力など特殊な条件が重なった場合に稀に記録される。芝生へバウンドせずに直接カップインするホールインワンもある。ピンに当たってカップインする軌道と文字通りダイレクトインする軌道とに分けられる。回数最も長いコース最年少最高齢全盲者日本初1990年代頃まで日本においてはホールインワンのご衆議として キャディなどへのチップやコースへの記念食事、コンペ等なら参加した全員に対する記念品の贈呈や祝宴などを行うことが定着していた。ケースバイケースで額は異なるが、一節には数十万円から百万円近くかかるとも言われていた。個人プレーであれば他の参加者への記念品贈呈や宴会で済ますこともあるが、コンペ等の場合は、 個人間の関係で済ますことはほぼできないため、これを避けることは難しかった。2000年代頃からは、このような大々的な宿縁は見られなくなり、贈答品程度に止まっている。一般的な個人にとって、この金額は当然ながら感化できるものではないため、損害保険会社からは、ゴルファー保険という商品が1982年に発売された。この保険には、 比較的発生率の高いプレー中の事故への保障のほかホールインワンによる出費が生じた場合にも保険金が支払われる。このことから、ゴルファー保険は俗にホールインワン保険という通り名で呼ばれている。ゴルフ評論家の風間重郎のことによると、日本において戦前ではホールインワンしたゴルフ場名や日時を染め抜いた手拭いを親しい友人に配る程度で、 代々的なパーティーを開くようになったのは中村トラキッチが活躍した1950年代の第一次ゴルフブームの頃からという。海外では1888年スコットランドにおいてホールインワンしたプレイヤーがキャディに3シリングをチップとして渡したという記録があるが、現在は周りの人が祝ってくれることはあっても自分の費用で大々的にパーティーをすることはなく、 食事や祝賀会までするのは日本だけであるという。上記のご祝儀とは逆に、プロゴルファーが大会中にホールインワンを記録した場合は、大会スポンサーからホールインワン賞として賞金や賞品が授与されることがある。ただ、選手が関係者を招いて祝宴を行うことは皆無である。なお、プロのトーナメントにホールインワン賞があるのは日本のみと俗に言われるが、 マスターズトーナメントでもホールインワン達成者にはクリスタル製のボールが贈られるほか、欧州ツアーでは高級車、油圧ショベル、宇宙旅行が商品として設定される例もあり、諸外国のプロトーナメントでもホールインワン賞は存在している。2014年のドバイデザートクラシックでは25周年記念大会の目玉として17番ホールの ホールインワン賞に250万米ドルもの賞金がかけられたこともある。ありがとうございます。